国鉄滝29,100系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。1974年、全自動化された貨車走車場である武蔵野走車場が開業し、強度に何のある純アルミニウム製タンク車は武蔵野走車場を通過禁止する措置が取られた。 純アルミ製タンク車はステンレス等に移行したが、農商産専用車については代替可能な材質がなかったため、1975年に製作した多機に9 0 0型は純アルミで製作せざるを得なかった。本形式は農商産専用の35トン積タンク車として1976年4月26日から1995年2月にかけて7ロット27両が、 川崎重工業、三菱重工業、富士重工業の3社にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、公前置し、小滝と表記する。本形式を開発にあたっては、純アルミ製タンク車における、武蔵野装車場通貨禁止の解消と強度を確保するために外面は、アルミニウム合金、内面が純アルミからなる、アルミクラットという構造を採用した。 この構造は世界初でもある。これにより従来の農商産専用タンク車で見られた純アルミ、連結注意の表記がなくなり、タンク体には小さくアルミクラッドと表記された。1976年から1979年製の小滝29100小瀧29120と1993年から1995年製の 小滝29,121小滝29,126とでは、タンク帯の構造が異なっている。外周には、保冷のために、ステンレス構成の遮熱用の外反を取り付けている。落成時の所有者は、宇部高山、三菱化成工業、旭化成工業、日産化学工業の4社である。その後、旭化成工業所有者5両が、日本陸運産業へ、名義変更された。 1979年10月より化成品分類番号新84が表記された。車体色は銀色、寸法関係は全長は12000ミ、mm、リメートル、全幅は2634ミ、mm、リメートル、全高は3660ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は7500ミ、mm、リメートル、事業席は23.3立方メートル、自長は17.2トン。 換算量数は、赤車5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式で、小滝29100小滝29117は、コロ軸受けの TR225、小滝29118小滝29126は、改良型の TR213C である。輸送体系の変化により、2003年から廃車が始まり、 2009年度に最後まで在籍した15両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。